SNS で男性と出会った女の子。実際会ってみるとまるで別人。 SNS での犯罪に巻き込まれないよう注意を呼びかけるアニメです。札幌市の中心部でも流されているこのアニメ、実は高校生が制作しました。同系から子どもたちにも親しみやすい動画を作ってほしいと、札幌平岸高校のデザインアートコース3年生男女13人が制作しました。最初こうアイコンがあってバッて出てきた時にうわってなる怖い感じの、ツイッターとかでつながった人とかを疑う気持ちっていうのを持ってほしいな。生徒たちは一からアニメ制作ソフトの使い方を覚え、自ら絵コンテを描き半年以上かけて制作したといいます。どうやってアニメって動かしてるんですか？ここクリックして、で回転もここクリックして、音に合わせなくちゃいけないので時間と動き決めて微調整しての繰り返しになります。大変です。高校生らはアニメが流れる予定の街頭ビジョンまで出向き、リサーチも行ったといいます。みんなで現地に行って通行人の人が例えばどういう世代の人が多いのかとか、あと音が流れているのか、その音が周りの音でかき消されていないかとか、どれくらい目につくかなど調べました。警察によりますと、 SNS をきっかけとする子どもの犯罪被害は年間100人程度で推移しており、後を絶ちません。夏休みは開放感から子どもたちの気持ちが緩みがちとなりますので、非行や犯罪の被害のリスクが高まります。スマートフォンの使い方について考えるきっかけになってほしいというふうに思っております。アニメは札幌パルコの大型ビジョンのほか、市内各所でおよそ8月いっぱい放映されます。